川辺八と山陰柴犬サニーの玄関先で届いた宅配物を開けるだけのシリーズでーす。まあ、前回ね、初めて登場したんですけどね。まあなんかね、また届いちゃったもんですから、どうしようかなと思ったんですけど、やってみようということで、前回同様、ね、雑誌のオンライン書店、富士山マガジンサービスから届いてきましたよ。これがね、月1回来るのがね、結構ね、楽しみだね。待ち遠しいです、サニちゃんね。ね、なんか似たような感じだね、これね。似たような感じね。ねえ。さあ、今回ね、前回同様、サウンド&マガジン。あ、違うね、サウンド&レコーディング。あ、斉藤和義ですね。あ、裏面引き続きまたヤマハのこのミキサーのね。あ、出てます。斉藤和義。いや、もちろんね、知ってますけど、サンレコニの表紙を飾るっていうイメージはもうなかったんですけど、あ、なんかちょっとコルムの、あ、これ八百屋も置いてありますかね、これね。そういうイメージな、ただ単純に曲作って歌うっていう感じで、なんか、サウンド&レコーディングのあんまりイメージなかったんですけどね。リズムボックスやスマホアプリを徹底活用していると。初めて宅録で制作された最新アルバムを紐解く。宅録やってるんですね。わ、いっぱい機材ありますよ、これ。これ、ボコーダーも使ってるんですかね。ボコーダー使ってますね。YMO の曲もカバーでやってるんですね。ビハインド・ザ・マスク。一曲目に入ってるじゃないですか。ビハインド・ザ・マスクのカバーをやるってどんな感じなんですかね。どんな感じなんでしょう。ちょっとこれ、YMO の曲を斉藤和義がカバーですよ。どんな感じなんですかね。あ、スマホアプリも使って楽曲制作してますよ。かなり宅録感がありますね。あ、機材も充実していっぱい持ってるなぁ。あ、これ今回、ちょっとこれじっくり読んでみたいですよ。じっくり読んで、あ、スミカね、次スミカ。ね、スミカ最近の若い人、これボーカルのね、彼の声がなんか独特っていうか、こもってるんだけども、あなたもそう思う。ねえ、スミカ。ね、そう思うね。そう思う。大丈夫、後でまた何かあげるからね。あ、渡辺翔二郎さんまた出ましたね、これ。これ確か前の星野源のイエローダンサーズの時の多分エンジニアっていうか、この人の所有してるマイク使ったと思うんですけど、確かそうだと思うんですけどね。イエローダンサーズ、ダンサーか、ダンサーズかな、星野源の前のあのアルバムね、あれ日本レコード大賞の最優秀アルバム賞も確か取りましたけど、あのレコーディングいいですね。特に星野源のあの声の処理っていうか、全く新しいあの音の空気感があって、あれもう本当に驚きました。あれとっても好きなアルバムですね。あれ音が素晴らしいです。だからこの外国の人のいろんなね、プライベートスタジオ。秋山黄色。知らんなぁ。知らんけど、新しいんやろなぁ。知らんね、サネちゃんも。知らんねぇ。大竹栄一のアーロングバケーション。あ、これが何か、なんか見ました。40周年版リリース。あ、なんかこれまたリマスタリングして何かやってるんでしょうね。これ名盤ですよね。やっぱり大竹栄一さんのアルバムを改めて聞くと、残響感っていうか、リバーブっていうか、あれがすごいたっぷりかかってるんですよね。歌にも全体にも。そういうかかってて、さっきの星野源出ましたけど、星野源の場合は特に歌をデッドな状態、こう、なるべく響かせない。いわゆるリバーブとかエコーとかカラオケなんかであって、みたいな。ああいうのをもう極力ほとんどないような感じに、こう、ああ、いいな、さっきのイエローダンサーズでしたっけ？イエローダンサーズ聞いた時、あ、これいいなと思って自分もそういう風になるべくデッドな音に、してた時に、大竹栄一のアルバムを過去の
そういっぱい聞くとすっごいライブっていうか響いてるんですよね。どっちがいいんだろうっていうか、どっちが今なのかっていうか、音としてどっちが、まあアレンジとか使う楽器によるんでしょうけど、すごい考えさせられて、アログバケーションなんかまたリマスターかなんか出るんですね。これやっぱりね、山下達郎さんにもね、関係ありますので、私の、勝手にしようと思ってるね、そういう世界観がありますので、わー、これはまた、何ですか、音職人の道具とかって、またこのね、特集があって、これスピーカー系をやってますね。渋谷ダイブっていうところが新しくこれできたんですね、ライブハウス。ああ、このコロナ禍において、渋谷駅から徒歩12分のところに。なんですかね、昔は、渋谷エッグマンとかね、TTB っていう渋谷のライブハウスがあって、公園通りの上の方だったんですかね、あそこで一遍なんかライブやったことありますね。あの時、米米のカバーを、3曲ぐらいやったんですかね。はい。洋楽ヒット曲に学ぶシンセの音作り。ああ、重要ですね。シンセね。下で弾く。シンセ弾く。弾いてみる？弾いてみるね。で、今度一緒にサニーちゃん、キーボーディストとして迎えて、このコマーチのアルバムも作ってみますかね。そうそう、シンセね。これ、憧れですけどね。私なかなかが、こう、キーボーディストじゃないんで、でもその、音。特にベースのね、こうバリバリっとしたのあの感じとかね、なんか自分でこう表現してみたいですね。あー、ポストマロンとかね、ジャスティン・ビーバー。ちょっとこれも勉強しないといけないですね。この洋楽におけるこうシンセのこの扱いの仕方。あんまり使いすぎちゃいけないんでしょうけど、ちょびっとだけやっぱりね、シンセの音が入ると、いわゆる普通のベース、ドラム、ギター、でもピアノであったとしても、そこにちょっとデジタルな音がちょこっと入るだけでも、だいぶこう、時代感がこうできたりもするんで、いいですね。あ、ヤマハのやっぱり前回もありましたけど、私が持ってるヤマハのモニタースピーカーの、なんか、新しい版、あ、MSP3 の後継となる MSP、3A が出たんですね。やっぱりヤマハの、ヤマハの音ってね、スピーカーにしても、ギターとかベースとか、あと1、ヤマハのアコギ、L10、これちょっと弟からね、借りてるやつをずっと使ってますけどね。やっぱヤマハの音って何においても素直なんですよね。ね、そう思う。そう思う、サニーちゃんもそう思うね。そうそうそう。ギターも弾いてみろ。サニーちゃんもギターも、あんたのちっちゃいミニギターあるもんな。あんた用のミニギターあるもんな。うん、なるほど。ミニキーボード、ミニピアノも買ってもらったじゃん、お母さんに。ん？あんたの、いっぱいあんたの楽器あるんよ、いっぱい。ギターとキーボードと、タンバリンもあったかな。うんね、おしおし。ねえ。はい、これで楽器の紹介、機材の楽器シリーズ、新製品紹介。ああ、これね、ありますね。あ、ノイマンの。いやー、今度ね、あれですよ。ちょっと今新しい機材欲しいな。あんまり買ってないんですけどね。あんまり買えないけどね。今度なんかね、オーディオインターフェースっていうね、まあ、卓録するのには絶対ない、くちゃいけないやつがあって、あれの、ユニバーサルオーディオのね、アポロツイン 10X とか MK2 とか、やっぱりあれの、あれやっぱあれを買いたいなと思ってるんですけど、なかなか踏みつかなくって、でもなんか、買って新しい音をね、なんか手に入れて、プラグインも充実してますので、どうしようかね、もう迷ってるんですよね。でも他の選択肢もあるんですけどね、迷ってるんですね。めっちゃ今迷ってます。もうかなり朝もなんかそれいっぱいでね、どうしたもんかとね、これなかなか踏ん切りが。ねえ。そんなのどうでもいいじゃないかって。ねえ。そんな生きるのにね、
私を見ていなさいと、ゆうりさんちゃん言ってくれてますけどね。どうしましょうかね。ねえ。これも、いろいろ記者の紹介があって、あ、なんか、ギターマガジン、池田エライザさんが表紙ですね。これは出てみるかな、表紙だからね、池田エライザのね。これなかなか NHK のカバースとかのあの司会とかね、あの一緒にあの人とやってますけどね。フライング V のギター持ってますけど、これなかなかまあ、演出上で言うとまあ、似合ってますかね、これね。なるほど、なるほど。ね。はい、最後の方にはまたね、いつものように、このサウンドハウスさんのね、広告のページがいっぱいあって、これまたね、これ見てるだけで楽しいですね。この機材とかいろいろ見てるだけでも楽しいですね。そうそう。そういえばね、今度ね、この私のこの音楽制作スペースのね、棚を昨日注文しましたね。もうね、机の上に直置きだったんですけど、さっきも言いましたように、なんか新しい機材もね、買ってみたいなと思って、なんかそこの土台作りのために、ちょっとこう、二段型の、こうね、棚を昨日注文しましたもん。これ来たらちょっとまたね、こう世界観が、こう創作スペースの世界観が変わってくるんで、いろんな意味で、そうそうそう、ね、サニーちゃんもね、テンション上がるよね。なんか買ってほしいの、またなんか。サニーちゃん用のなんか買ってほしいの。買ってほしいね、買ってほしいね。訴えかけるね。訴えかける、訴えかける。ね、ということで、そんな感じで結果、第2回もやってみちゃいましたよ。サンネコの5月号。これと斉藤和夫氏のちょっと音もね、確認してみたいと思います。ということで、また次回会えるかどうかわかりませんね。じゃあ、とにかくサニーちゃんとは毎日ね、楽しくやっていきましょう。では、バッハハー。